相手は小娘、やるのは簡単だ。いいか、誰がやっても賞金は山分けだぞ。ただ噂では魔人の手下がいて、恐ろしい方法で殺されるとか。怖いならとっとと帰るんだな。やるよ、俺もやる。いくら魔人の手下とはいえ、お前の力にはかなうまい。アリシア様には指一本触れさせませんよ。はあ、襲うつもりなんてないよ。そんなことより酷な術だね。初めて見せてもらったよ。簡単に人を殺しちまうんだな。ねえお姫様。私はさあ、何を企んでるのか知りませんが、勝手な真似はしないでください。私はどうすれば。あいつが魔人の手下？見かせたくないものだな。俺の筋肉美を堪能しな。
お二人